最後のタイムリープが描かれます。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は最終章の結末についてお話をしていきたいなと思います。最終章の今後の展開が果たしてどうなっていくのかということで、公式ツイッターの方では新一郎くんが描かれているネームが公開されているので、今後新一郎くんに関係する回想シーンが描かれていくっていうのはもう確定事項としてあるわけなので、まあそこに関してはやっぱりタイムリープ関係のことが明かされていくとは思うんですけど、この最終決戦、竹道とマイキーが今ぶつかっていて、マイキーの口から新一郎くんがタイムリーパーであることが明かされた。それによって今後最終章で描かれていく展開、そしてその結末がどうなっていくのかということで、ちょっと前にバジとかドラケンとかエマっていう死者が全員復活するのではないのかっていう動画を出したんですよ。今回は新一郎くんのタイムリープが判明したことによって、この全死者の復活っていうのがありえるのかありえないのか、そこについて考察をしていきたいなと思うんですけど、実はこれ新一郎くんのタイムリープが判明してきたことによって、ドラケンとかバジたちの復活の可能性がさらに高まってきたのではないのかっていう風に思うんですよね。まあ、ここに関しては最近の動画のコメントの方で、新一郎くんがタイムリープしてるから、今竹道が頑張ってマイキーと戦っている間に裏で新一郎くんがバジとかドラケンを助けてくれてるのかなっていう、そういったコメントとかもいただいたんですけど、そうなってしまうと色々と話がぐちゃぐちゃになってしまうんですよ。だって今竹道とマイキーが戦っているっていう状況があったとして、その裏で新一郎くんがタイムリープして過去に戻ってバジとかを救っているってなってしまうと、その年代での出来事を新一郎くんがもし今変えてしまったら、それ以降の出来事って全て変わってしまうんですよね。そうなってくると今竹道とマイキーが戦っているこの状況すらなくなってしまうので、この二人が戦った意味っていうのがなくなってしまうんですよ。そう考えてみると、今裏で新一郎くんがタイムリープをしていてみんなを助けているっていう、そういった展開にはならないはずなんですよ。じゃあどういった形でこのみんなの復活っていうのが起こっていくのかって考えてみると、竹道とマイキーが最終決戦でぶつかっている、この2人が戦ったからこそみんなが復活していくっていう、そういった展開がないといけないんですよ。やはり最終章は竹道とマイキーが中心となって描かれているわけなので、もちろんそこに新一郎くんが絡んできたりとか、若とかが持っている情報が絡んでくる、そしてサンズとの過去が絡んできたりもするとは思いますけど、あくまでも中心に描かれているのは竹道とマイキーなんですよね。そう考えてみると、バジとかドラケンとかエマが復活していくっていう道があるのであれば、それは竹道とマイキーがぶつかってマイキーを救えたからこそできる結果になってくる。そうなってくると、この最終決戦の後に再びタイムリープが起こるっていう、そういった展開になってくるのかなっていうふうに思うわけなんですが、じゃあどうやってこの竹道マイキーがみんなを救っていくのかっていうところですけど、これに関しては2パターンで考えることができるんですよ。そこに繋がってくるのがやはり新一郎くんのタイムリープということで、前回の動画で新一郎くんのタイムリープについては簡単に触れていたんですけど、その動画の中で新一郎くんのタイムリープは何年からタイムリープをしたとしても絶対に決まった年代にしか帰れないのではないのか、もしくは新一郎くんが戻りたい年代に戻るっていう、そういった方法を取っていたのではないのかっていう話をしていたんですよね。竹道同様にトリガーを必要としたタイムリープなのであれば、トリガー側にそういった存在がいるっていう風になってくるので、やっぱり竹道の行っているタイムリープっていうのはトリガー側によって何年前に戻れるっていうのが決まっているわけなので、ナオトなら12年、マイキーなら10年前に戻る。そうなってくると、新一郎くんの場合は何年か前に戻るではなくて、何年に戻るっていう、そういった固定されたトリガーがいるのではないのかっていう風に考えてみると、新一郎くんがトリガーとしていた人物のように何年に戻るっていう固定されたトリガーを使っていく、もしくはそれとは別で新一郎くんを戻りたい年代に戻せるトリガーがいたのであれば、竹道がそのトリガーを見つけ出すことによって、竹道が戻りたい年代ですよ。例えばバジを救っていくのであれば、2005年の10月31日に帰らないといけないし、そもそもカズトラが新一郎くんを殺してしまうっていう状況を変えるのであれば、あの事件の日に竹道がタイムリープするっ
っていう、そういった可能性もね十分あり得るのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、ただこの場合だと一つ気になってくるのが、先ほど言ったタケミチとマイキーがぶつかったことによって起こっていく結果っていうふうにはなってこないわけですよ。それってタケミチともう一人のトリガーがいれば成立する話になってくるので、マイキーとぶつかる意味があるのかないのかっていうところなんですよ。まあ、もちろんタケミチとマイキーがぶつかったことによって新一郎くんがタイムリーパーっていうことが明かされてきているわけなので、その部分で考えてみるとマイキーと戦った意味っていうのが出てくるわけなんですけど、ただやはり一番展開として綺麗になってくるのはタケミチとマイキー、この二人が協力することによってみんなを救っていくことができるっていう、そういった展開が一番綺麗なわけですよ。この二人が戦ってタケミチがマイキーを無事救い出せたことで、自らの心光を取り戻したマイキーがバジたちを救い出すことができる、その展開が一番綺麗やし一番ハッピーエンドに近づいていく感じがするんですよ。じゃあどうやってタケミチとマイキーでバジとかドラケンたちを助けていくのか。タケミチがマイキーをトリガーとしてタイムリープをする場合は10年前に戻るっていう、そういったタイムリープしかできないはずなんですよ。トリガーによって何年前に戻るっていうのが途中で変わることもあるっていうのであれば、マイキーをトリガーとしてまた別の年代に戻ることができるようになるっていう可能性もゼロではないかもしれないですけど、でもそれってさすがに無理やりすぎる展開だと思うので、もっと自然な流れでみんなを助けることができる展開につながってくると思うんですよね。そうなってきた場合に、前回の動画でも触れていた新一郎くんがタケミチにタイムリープの力を与えていたのではないのかっていう、ここなんですよ。新一郎くんがタケミチにタイムリープの力を与えたことによってタケミチは過去に戻ることができた。そしてタイムリーパーになって新一郎くんはタケミチにマイキーを託してタイムリープの力も託したことによって、その後に新一郎くんも再びタイムリープをしてタケミチに与えた結果、その代償として命を落としてしまったっていう展開があるのであれば、この最終章ではタケミチがマイキーにタイムリープの力を与えるのではないのかっていうふうに思うんですよ。つまり今描かれている最終決戦、タケミチとマイキーがぶつかっていて、この決着がついた後にマイキーを闇から救い出すことができたのであれば、その後にタイムリープをしていく人物、つまりこの東京リベンジャーズという作品の中で一番最後にタイムリープを行うのはマイキーになってくるのではないのかっていうふうに思うんですよね。マイキーが最終決戦の後にタイムリーパーになるのではないのかっていうことについては、以前も動画で出していたところではあるんですけど、じゃあどうやってタケミチがマイキーにタイムリープの能力を与えていくのかっていうところなんですが、前に出していたマイキーがタイムリープするのではないのかっていうところに関しては、関東事変の最後でイザナガ拡張をかばったように、マイキーがタケミチをかばうという形をとって、その時にマイキーが死んでしまう、それによってマイキーがタイムリープするんじゃないのかっていう話をしていたんですけど、関東事変の最後ではイザナと拡張が手をつないでいた、あの手をつなぐっていう行為がタイムリーパーとトリガーの暗示なのであれば、最終決戦で関東事変と同じような描写が来る、そしてマイキーがタケミチを守っていくっていう展開があって、二人が最後手をつなぐのであれば、本来ならタケミチは未来に戻るけど、マイキーがそこで死亡することによってタケミチは未来に戻ることができなくなる、未来でマイキーがいなければタケミチは未来に戻れなくなるわけなので、その時タイムリープするのはタケミチではなくマイキーなのではないのかっていう話をしていたんですが、今回話していく展開はちょっと違うくて、新一郎くんがタケミチにタイムリープの力を与えていた場合、その場合にタケミチがマイキーにタイムリープの力を与える、それによってマイキーがタイムリープをしていくのではないのか。じゃあここで気になってくるのは、どうやってタイムリープの力を与えていくのか。この与えるっていうことが誰にでもできるのであれば、バジを救うためにチフイを返していく、じゃあエマを救うためにマイキーを返していくみたいな、そういった誰にでもタイムリープの力を与えていくことができるのかっていうところですけど、さすがにそれは難しいと思うんですよ。タイムリープを与えることができる人物にも条件があると思うんですよね。やっぱりトリガーになることができる人物にも条件があるように、絶対に条件が必要だと思うんですよ。それがこのタケミチがタイムリーパー、そしてもう一人のタイムリーパーが新一郎くんであるっていう、ここが鍵になってくると思うんです。
ですよ。じゃあまず一つ目の力を与えることができる条件、それは力を与えられる人物がタイムリーパーのことをヒーローだと憧れていることなのではないのかっていうふうに思うんですよ。タケミチにとってのヒーローは不良だった。そしてタケミチは日本一のヒーローになるっていうところで日本一の不良になろうとしていたんですよ。このタケミチは不良に憧れて不良になろうとしていた。じゃあそのタケミチにとってのヒーロー、この不良、憧れた不良が誰なのかっていうところで、やっぱりそれは新一郎くんだったのではないのかっていうことをだいぶ前から話しているわけですよ。まあやっぱりこれに関しては小学生の頃のタケミチの容姿が新一郎くんと繋がってくるので、新一郎くんに憧れていたのではないのかっていうのは容易に考えつくことではあるわけなんですけど、そう考えてみるとタケミチは新一郎くんをヒーローとして憧れて新一郎くんのような存在になりたかった。これがやはり鍵になってくるのではないのかっていうふうに思うんですよ。新一郎くんに憧れていたからこそ新一郎くんはタケミチに力を与えることができた。じゃあタケミチのことをヒーローとして憧れていた人物が誰なのかっていうところで、マイキーはタケミチのことをタケミチは俺のヒーローだっていうことを言っていたわけですよね。つまりマイキーはタケミチのことをヒーローだと考えていた。で、他にもキサキがタケミチのことをヒーローって言っていたりとか、アッくんがタケミチのことを泣き虫のヒーローっていうふうに言っていたんですけど、アッくんとキサキ、そしてマイキー、この3人にとってのヒーローのあり方の違いっていうのは、アッくんの場合はタケミチに対して助けを求めていただけなんですよね。俺たちを助けてくれ泣き虫のヒーローっていうところで助けを求めているだけだった。つまりタケミチのようになりたいっていう、そういった憧れを持った意味ではなかったんですよ。俺たちを助けてくれっていう意味でタケミチをヒーローだと考えていた。そしてキサキに関してもタケミチのことをヒーローと言ったんですけど、じゃあキサキはタケミチのようになりたかったのかっていうところですけど、まあタケミチがヒナに思われているっていう部分では、ヒナに思われたいからタケミチみたいになりたいっていう、そういった風に考えることもできるかもしれないんですけど、ただ実際にキサキが行っていることっていうのはタケミチのようになりたいではなくて、タケミチを超えたいなんですよね。なのでタケミチに憧れていてタケミチみたいになりたいっていうわけではなく、タケミチのよりさらに上に行きたい、タケミチを倒したいっていう、そういった存在になっている。それはやはりヒナを奪われたっていう嫉妬から来ているわけなので、キサキにとってのタケミチは憧れの存在ではなく嫉妬の標的になっていたんですよ。そう考えてみると、タケミチが新一郎くんに憧れてそうなりたかったっていう、それとはまた違ってくるんですよね。じゃあマイキーはタケミチのようになりたかったのかっていうところで、これがやはり繋がってくるのが東京卍会を解散する時に言ったセリフなんですよね。タケミチは俺のヒーローだっていうことを言ったのも東京卍会を解散させる時になっているんですけど、東京卍会が天竺を倒したことによって天下を取った、その結果できた時代のことをタケミチが作った時代だっていうことをマイキーが言っていたんですよね。でもマイキーは自分でその時代を作ると思っていたんですよ。これは一巻の中でも描かれていて、河川敷でタケミチとドラケンと3人でいた時に、俺が不良の時代を作ってやるっていうので、マイキーは時代を作りたかった人物なんですよ。でも実際に時代を作ったのはタケミチだったっていうところで、マイキーはもともとそういった人物になりたかった。つまりタケミチのように時代を作れる存在になりたかったはずなんですよね。そう考えてみると、マイキーはヒーローであるタケミチのように時代を作りたかった。つまりタケミチのような存在に憧れていてそうなりたかったって考えることができるんですよね。まあでもさすがにヒーローとして憧れていてそうなりたいっていうだけでタイムリープの力を与えることができるってなってしまうと、タケミチがタイムリープできるって知った時に、あ、俺もそうなりたいって思った時点でタイムリープの力を与えることができるのかっていうふうになってしまうので、さすがにこれだけじゃないと思うんですよね。そうなってくるともう一つ大事な条件としてあるのが血縁関係になってくるのではないのかっていうふうに思うんですよ。つまり血のつながっている人物にしかこのタイムリープの力を与えることができないのではないのか。そうなってきた場合に新一郎くんとタケミチに血縁関係があるのかっていうところですけど、これに関しては以前に動画を出しているのでぜひそちらをチェックしていただければなと思うんですけど、マイキーと新一郎くんのお父さんである誠、この誠が描かれたことによって佐野家と花垣家について考察をしていったんですよね。実はこの誠とタケミチにも関係があるのではないのかっていうところで、もう見た目がそっくりだったわけですよ。で、誠に関しては笑顔しか描かれていないので、目の色がどうなっているのかっていうのは分からなかったんですよね。でもマイキーとか新一郎くんと同じ目をしていたのは桜子だったわけなので、誠の目はタケミチのような目だったっていう感じ
可能性もあるわけですよね。そうなってきた場合にやはり花垣家と佐野家の何かしらのつながりがあるのではないのかっていう、そういった話を以前の動画でしているので、詳しくはそちらをぜひチェックしていただければなと思うんですけど、佐野家と花垣家につながりがある、新一郎くんとマイキーともつながりがあることになるんですよね。それが親戚という形なのか異母兄弟という形になるのかっていう、そういった違いになってきますけど、新一郎くんと竹道に血縁関係があるからこそ竹道に力を与えることができた。そして竹道とマイキーも血縁関係があるからこそ竹道はマイキーに力を与えることができるのではないのかっていうふうに思うんですよね。そう考えてみると、実は竹道は新一郎くんやマイキーたちと血縁関係を持っていた。だからこそ新一郎くんから竹道にタイムリープの力が移って、最後は竹道からマイキーにタイムリープの力が移っていくのではないのかっていうふうに思うんですよ。それができるのもこの最終決戦で竹道とマイキーがぶつかったから。それによってマイキーを闇から救い出して、最後は竹道がマイキーをタイムリーパーにすることによって、最後はマイキーのリベンジですよ。この最終決戦で竹道を含むみんなのリベンジを達成させていく。そして残るマイキーのリベンジとして、マイキー自身がタイムリーパーとなって、自分が失ってしまったバジとかドラケンとかエマたちっていう、このみんなを救い出していくっていう、そういった展開があるのではないのかっていうふうに思うんですよね。はい、今回は最終章の結末についてお話をしました。ぜひコメントネタもところましたらコメントよろしくお願いします。ということで、今回動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。そのまた次の動画でお会いしましょう。